箇所のコメントのもとに指摘していきますが、この宣告は明らかにエルサレムに対するものです。宣告はずっと遠くのバビロンから始まりましたが、だんだんにエルサレムに近づいてきました。今嵐は聖なる都の上にその怒りのすべてをぶちまけます。イザヤ書22章1節、幻の谷に対する宣告。これは一体どうしたことか。お前たちは皆屋根に登って。4、8、9、10節が暗示しているように、幻の谷とはエルサレムを指しています。幻の谷という言い方は、イザヤのもう一つの逆説的な言い方です。幻の山ならわかります。なぜなら山は遠くから見えるからです。モーセは約束の地を見るために、ネボ山の上に立ちました。主はオリーブ山からエルサレムを見渡されました。でも聖書の中では、谷は悲しみ、謙虚さと死を象徴しています。でもここでの幻は悲しいものの一つで、来たるべき戦いのことを述べていますから、谷はこの幻にはふさわしい場所なのです。好奇心と恐れによって人々は近づきつつある危険について知るために屋根の上に上がります。イザヤ書36章、37章のアッシリアのエルサレム包囲を見てください。将来に来る最後の包囲では、この人々に屋根の上から逃げるようにと主は警告されています。マタイの福音書24章16から17節参照。その時は、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。4節、それで私は言う。私から目をそらしてくれ。私は激しく泣きたいのだ。私の民、この娘の破滅のことで無理に私を慰めてくれるな。私の民とはもちろんイスラエルの人々のことです。9から10節。お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、ヒゼキヤは実際にエルサレムを守るためにこれらの予防策を取りました。彼がしたことの一つは、泉の周りに壁を立てて、町が水不足にならないようにしました。その壁は今日も彼の地で見ることができます。この部分は将来を指しています。F.C. ジェニングス博士が言っているように、歴史はエルサレムの解放という結果となり、予言はエルサレムの占領という結果を示している。だから歴史は予言を成就してはいないのです。預言者の頭の中では包囲と敵とはどのようなものなのでしょう。ペルシャが名指しされていますが、ペルシャが力を持っていた間、エルサレムは荒廃していました。明らかに私たちの目の前には包囲をしただけで町には入らなかったアッシリア人から町を脅かすが、町の中には入らない。北から来る最後の敵に至るまでエルサレムに対抗して出てきた全ての敵がここに示されています。この二つの包囲の間にエルサレムの町は他のどの町よりも多くの占領を経験してきています。これがエルサレムに対する宣告です。この時点でヒゼキヤの統治していた間のエルサレムの古文書の中から変わった歴史的な資料が挿入されていることには注目する価値があります。エルヤキムは私たちの目の前にこの世で反キリストにとって代わられる他でもない主イエスキリストを示している一方、多くの人たちがシェブナのうちに反キリストの姿を見てきました。15節、万軍の神主はこう仰せられる。さあ宮廷を司るあの執事シェブナのところに行け。シェブナは財務長官でヒゼキヤの下で働くつまらない政治家でした。明らかに彼は国家の財源を横領していました。第二列王記18章18節、19章2節、イザヤ書36章3節、37章2節3章。第二列王記18章18節、彼らが王に呼びかけたので、ヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、アサフの子である三義ヨアフが彼らのもとに出て行った。第二列王記19章2節、彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせてアモツの子預言者イザヤのところに使わした。イザヤ書36章3節、そこでヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ及びアサフの子である三義ヨアフが彼のもとに出て行った。イザヤ書37章2節、
彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせてアモツの子、預言者イザヤのところに使わした。16節、あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか、高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで、シェブナは自分の名前を不朽のものにするために墓を建てていました。彼は外国で死んで葬られることになるので、これは皮肉なことでした。17から18節、ああ、マスラオよ、主はあなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたをマリのようにくるくる丸めて広い広い地に投げ捨てる。あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車もそこで。主人の家の恥さらしよ。19節、私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろす。私はシェブナはただ反キリストの余事であると思います。20から21節、その日私は私のしもべヒルキヤの子エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。エルヤキムはシェブナの後を継いだ政治家でした。エルヤキムは無欲な人物でした。エルヤキムとシェブナがここで比較されています。イザヤはただ矛盾しているだけではなく、正反対のこの二人を比較しているのです。シェブナは反キリストを描き、エルヤキムはキリストを描いています。言葉遣いは象徴的です。22節、私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。この説は新約聖書の中のキリストの言葉を思い出させます。黙示録3章7節、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。私たちの命をどんな扉も開けたり閉めたりできる主の御手に追い出にするのはなんと素晴らしいことでしょう。23から24節、私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さい器も蜂の類からすべての壺の類に至るまで。私たちの救いも同じように主の御手にかかっています。25節、その日万軍の主のお告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていたにも取り壊される、主が語られたのだ。これまで見てきたように、その日は大患難時代を指し、この説は反キリストを描写するシェブナのことを指しています。とても多くの人々がこれから来る反キリストに自分たちの信頼を置きます。彼らは反キリストに助けを求めます。人々は彼をキリストだと思いますが、彼は単に抜き取られ、落ちて、折られて落ちる釘なのです。あなたはこのような経験をしたことがありますか？良い釘を壁に打ち込み、重たいコートをその上にかけたら、その釘が抜け落ちてしまうのです。主イエス・キリストは確かな場所に打ち込まれた釘です。シェブナは抜け落ちた釘であり、シェブナのような他の人々も皆抜け落ちます。あなたは自分の持っている全てのものを確かな場所に打ち込まれた釘にかけていますか？多くの人たちはそうではありません。彼らは自分たちの持っている全てのものを確かでない何かにかけているのです。例えば彼は投資をします。ある人が言いました。僕は弁護士を信頼していたのですが、彼が間違いをしたのです。弁護士は確かな場所の釘ではありませんでした。ある人たちは説教者を信頼しましたが、彼が確かな場所の釘ではなかったことに気づきました。キリストだけが確かな場所の釘です。私はあなたが自分の人生と持っている全てのものを主にかけていることを望みます。